夏の QOL をアップする、他のも分解できるよって思われる方、ちょっとまずこれ見てください。めちゃくちゃ涼しいアイテム全部出てくるのみたいな。笑顔があふれる空間作りをご提案、ラフスタイルまこです。本日は夏の QOL をアップするアイテムをご紹介したいと思います。実はね、こちらインスタのねリールでもご紹介してるんですけれども、もうちょっとね詳しく解説を入れながらご紹介したいと思います。まず一つ目、こちら映ってますか？もうご存知の方多いと思うんですけれども、バルミューダのグリーンファンになりますね。扇風機です。でこちら扇風機のねこのフレームの色、我が家はホワイトなんですけれども、ブラックとかね色違いもあって、まあ、お部屋に合わせて選ぶことができます。個人的に家電はね結構白を選ぶことが多いです。なんでねこの扇風機が QOL アップのものなのかというところなんですけれども、まずねこの扇風機って分解できるんです。他のも分解できるよって思われる方、ちょっとまずこれ見てください。全部ね頭の部分も全部分解してコンパクトにねまとめることができるので、我が家って、ね、結構収納スペースが限られちゃっているので、まあ、こういう風にね扇風機の形ってちょっと独特な形じゃないですか。それをそのままこの形状のまま保管しておくよりも、分解できて保管する方がすごくコンパクトで収納スペースをね取らないでいてくれるので、ライフスタイルに合っているっていうところで、まあ、選んではいます。あとはまあコンパクトで分解できるからというところの他にですね、もちろんデザインがいいのあるんですけれども、その他にもこちらのね扇風機の風って自然の風を遠くに飛ばすようにみたいな感じのイメージで、ちょっと説明が省略されすぎちゃってるので、詳細をね知りたい方はこの扇風機のね公式の、ホームページをちょっと見てみてください。いろんなちょっとね扇風機の風当たったりとかしても、ちょっと風がすごく柔らかく感じるんですね。個人的に夏ってエアコンで空間締め切りになっちゃうじゃないですか。で締め切りになったとしても、ちょっと自然な風っぽいこちらの扇風機の風を、まあ、子供にも私もね当たっていたいという ね自然の風を体感しながら涼を感じたいというところで、我が家の QOL アップアイテムの一つに選んでいます。二つ目のアイテムは風鈴になります。ちょっとね後ろの方にあります。撮れるかな。ちょっと風鈴撮ってきますね。こちらになります。なんかいわゆる風鈴の音がチリンチリンではなくて、氷がねぶつかったようなちょっとチャシャっていうかな、繊細なね音がするところも魅力なんですけども、ガラスと木質の部分を使っているっていう素材感ミックスなところもすごく魅力的でした。そもそもどうして風鈴を取り入れたのかとか、あとは風鈴を取り入れた時代の背景だったりとか、あとこういう風に音で涼を感じる、直接ねこの風鈴から風がね冷たい風が出てくるわけでもないんですけど、この音によって体感温度が下がるっていうね量を耳で感じるっていうところでね、この風鈴をちょっと取り入れたかったので購入しました。耳でも感じていたいんですけれども、いつもね目にするものになるので、デザインもやっぱり自分が気に入ったものを選んでいます。3つ目は炭酸水メーカーになります。 RK の炭酸水メーカーになるんですけれども、こちらね見た目のデザインはもうほんとスタイリッシュでかっこいい、新鮮なね炭酸水が飲めるというところで、まあ普段から、まあ、結構炭酸水飲んではいるんですけれども、どうしてもやっぱりペットボトルのゴミが出てしまうので、ゴミが溜まっていってもうゴミ捨ての回数が減るっていうのも家事が減ってとっても楽なんですね。なのでまあそういう小さなことなんですけど、なんか自分が楽に暮らせるようにっていうところで QOL アップのアイテムとして、さらにまあ夏を快適に感じさせてくれるもの、ね、炭酸水がまあ喉を潤してくれるというところで、今回 QOL アップの3つのアイテムの3つ目に選んでいます。
で息子もねすごくね、まあ、初めて見るものに興味津々で、こういうアイテムを取り入れることによって、まあ、親子の時間も増えますし、探求心の部分も芽生えてきたりするので、だからそういう部分が個人的にはQOL アップのアイテムなんじゃないかなと思っています。で基本的に我が家って空間が限られているので、そんなに物を買い足していこうっていうことはしていないんですけれども、買い足すアイテムとして、まあ、意識していることがあるんですけれども、まあ、フラワーベースとかね、そういうのはなかなかちょっとまあ難しくはなってくるんですけど、イベントや季節を楽しむアイテム選びっていうのは結構ね力を入れていて、その時に五感をでまあ、楽しめるようなアイテムを選ぶようにしてるんですね。なので今回夏だったら夏の QOL アップアイテムってなってしまうと、結構ねめちゃくちゃ涼しいアイテム全部出てくるのみたいななんかね、どんなサーキュレーター出てくるの、扇風機出てくるのって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、個人的にはその体を外から冷やすだけが冷えるものだとは思っていなくて、まあ、こういうねお仕事しているので、例えば色寒色系ね、ブルー系の色を入れたりとか、ガラスとかそういう素材のものを用いたりとか、あとは肌に触れるものがサラッとしているものとか、ね、そういう部分で五感を意識したアイテムっていうのを取り入れるようにしてるんですね。なので今回夏も、例えば扇風機だったら扇風機の風をまあ体感する、触る、風が体に触るっていう部分、風鈴だったらまあ涼を感じる、風鈴の音がまあ体感温度を下げるとも言われてますけど、まあ、そういうところで調整していくっていうところと、あとは、炭酸水メーカーで飲んで味覚の部分ですね、で喉を潤して、もう体の中からちょっと冷たさを取り入れていくっていうところ、いろんなところを考えて、で、まあ、アイテム選びをしていくっていうことを行っています。ちょっとねこの選び方とか皆さんの参考になればいいなと思って、今回ご紹介の方をさせていただきました。今回の動画がいいと思う方はグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後まで見ていただきありがとうございます。まあ先ほどね、五感でまあ楽しめるアイテムというところが、まあ我が家のね QOL アップの神アイテムっていうところでご紹介させていただいたんですけれども、我が家でいろいろね夏アイテム取り入れたりしているんですけれども、息子の反応が良かったのがベッドリネンだったんですね。もともとアクタスのオーガニックコットンのものを使っていて、本当に柔らかくて肌触り良くって、毎回もう洗濯後の快感、布団乾燥機使った後とかも本当に気持ちよくって、生地感が肌にね当たる生地感がすごく気持ちよくって、でそれをね息子も体感してたんですけど、今回ちょっとオーガニックコットンからちょっとリネンに変えてみたんですけども、そのリネンに変えてもやっぱりそのサラッとした感じっていうのが息子の肌感にも伝わったみたいで、本当にびっくりしちゃうくらいの話なんですけど、母さんベッドリネン買ってくれてありがとうって、気持ちいいって言ってくれたんですね。もうこういう仕事に関わっててよかったなって思いました。情緒の作り方じゃないんですけど、日頃忙しくてもなんかアイテム選びだったりとか、そういうところで発達していく子供の心っていうのを大事にしていきたいなと思いました。ベッドリネンお悩みのところだと思うんですけれども、実は私ベッドリネンのおすすめメーカーインスタのリールでご紹介してます。リールにアクセスして、まあシングとコメントしてください。おすすめ寝具のブランドメーカーご紹介するような設定になっていますので、ぜひね楽しんでいただければと思います。またねー。